あ、じゃあ番組名お願いします。すまちです。こんにちは。しばらく更新が滞ってましたけど、そうですね、なんかありましたか。ちょっといろいろ変化が、リング2部に変化がありましたね。聞いていいですか、変化。まあ普通にストレートに、まあきみさんがいなくなったのと、ここにいるはずだったあきみさんがいなくなったのです。なんでまあ一旦一人でやっていこうかなと。まあ、変化といえば、車買っちゃいました。今日はその車をね、ちょっと軽く紹介しようかなと。もうちょっとホスト夢あるぞという感じを見せたいなと思って。車紹介だけいきますか。お願いします。そのままっすか。めちゃくちゃ寒いっすよ、2月っすよ。すごい、やったやったよやったよ、マジで嬉しい。なんでこれにしたんですか。一番モテる車って何かなって考えたら、多分ゲレンデなんですよ。モテるが基準なんですね。一番モテるの多分これ。これ2年待ちで買ったんですよ。いくらか聞いてもいいですか。込み込みで1750ぐらいです。やったよ、もうもうなんかあの付き合いたての彼女みたいな感じです。毎日会いたい。これちょっと俺の色とも合ってないじゃないですか。確かに確かに。同色のゲレンデで有名なのがこれですよね。ドアの音っすよね。もうどうか遠くとか行きました。全然行ってないですね。免許センター行ったぐらいです。そのまあ車買ってさ、なんかマジで俺金なかったから、昔本当に財布に300円時代とかって、300円しかないのにタバコ吸ったりさ、バカでマジ金ない時代だったんだけど、まあこうやって車買えて、一人で俺表参道走ったんですよ。俺もまあここまで来たかと酔いしれてね、ちょっと涙流れて、ちょっと鳥肌だったんです走った時。で、新宿戻って、まあ、駐車場着いて、駐車場止めようとしたら、普通にテールランプぶつけました。新車10日で。ディーラー行くの恥ずかしかった、マジで。もうですかって言われたし。まあだからそういう風になんか、別に車、いい車とか買ったからって、まあ、調子乗っちゃいけないなって。人生ってうまくできてんなって思いました。なんか穏やかな気持ちになりましたね、あと。本当に。煽り運転とか何も思わん。道譲るときとかもナンバー黄色いしいやとか、ゲレンデ乗ると優しい気持ちになりますね、やっぱり。なんかほら格闘家とかって酔い物いじめしないじゃないですか。それと同じ感覚。いや嬉しい、ありがとう。ありがとう。もう1台買います、俺本当に。黒ガチで黒買います。白と黒持ってたら完璧じゃない。あとはもういらないよ。あ、そうだ、撮るの忘れてたんだ。それで撮ろうとしてたのに。そういうこと。この間買ったやつ。ちょっとこれでうまいことあれ撮れないですか、なんか。あの、遠近法みたいな。全然上に乗ってる人みたいになってます。携帯でやってみて。じゃあ今日はこれに乗ってもう一企画お願いしたいので、ね、はい、しましょう。まあ、これ永遠のテーマですよ、もう本当に。口説きたいなら払うしかないじゃん。確かに蛙化現象流行ってますね今。